はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は40〜50代でまだベンチプレスにこだわるのかということでですね、ちょっとベンチプレスの話題なんですけれども、あるね、アメリカの有名パーソナルトレーナーがですね、すごく有名な人なんですけども、その人がインスタにね、ポンという写真を上げてたんですね。で、そこに書いてある文字というのが、マンデー、インターナショナルチェストデイって書いてあったんですよ。月曜日、国際的な胸の日って書いてあって、まあ月曜日というのは週始めという意味ですね。週始めに、大体もう胸をやる人がジムで多すぎるっていう、まあちょっと皮肉を込めたような、言葉だったんですけども、それをね、ロサンゼルスのトレーナーが挙げていたと。それ見てね、ああ、日本だけじゃないんだな、世界中同じなんだなと思いましたよね。やっぱりまあ、胸の筋肉をつけたい、胸板厚くしたいというのはやっぱりね、男の中にやっぱり根本的にその欲求というのがあるんでしょうけれども、まあその分ね、月曜日週始めにジムに行くと、胸をやってる人がすごく多いと。で、そうなると、もうベンチプレスがなかなか開かない。みんなベンチプレスやってるみたいな、そういう状況がまあ起きてしまう。ということがやっぱり、目につくね、彼もそういうことを出したと思うんですけれども、このやっぱり胸にちょっとこだわるこの男の習性といいますか、これがやっぱりまあ40になっても50になってもやっぱり結構あるとは思うんですよね。まあそこのね、まあ胸にこだわることが悪いことではないですけど、胸以外もまあこだわってほしいし、でまあその胸をやるときにベンチプレスにね、そこまでこだわる必要があるのかというところなんですね。やっぱりね、第一種目よりベンチプレスをやりたいっていう人やっぱりこう多かったりするわけです。で、それはまあなぜかというと、扱うものの重さですね。扱うものが重いから、重いのができるからというところですよね。まあ、ダンベルで言うと一つ一つ別の重さになってしまって、それをね、バー一本であれば、一つの重さで大きなプレートがついている。まあ、それやっぱり壮観な感じがやっぱりいいんでしょうけれども、実際には例えば10キロと10キロのダンベルプレスができる人が20キロかというと、実際には、多分30キロ近い重さが同じ回数できるんで、実際にはこのダンベルを足した重さよりもやっぱりちょっと重いのがベンチプレス一本の場合にはできるわけですね。だから、より、ね、大きなプレートをつけることがまあできるわけですよね。まあそのね、やっぱり重いのを上げてるというような、このなんていうのかな、やっぱり男なんでしょうがないですけどね、強さを証明するのがまあ男のね、花と言いますかね、やっぱりもうそういう動物ではありますので、もうしょうがないですけども、ただまあね、週始めそのベンチプレス結構混みます。ベンチプレスにこだわってると混んでてなかなかできないということもある。なので、別に最初にベンチプレスじゃないんじゃないかともまあ思うわけですよ。で、それをベンチプレスが開くのを待ってるだけに、どん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 時間が過ぎてしまったりとかね、イライラしたりとか、まあそういうこともありますね。あとは、ベンチプレスの方が、まあダンベルプレスなんかと比べて、やはり肩の怪我っていうのはやっぱ多いんですね。一本の場固定されたところを握って、これはもう動かないのであって、その動かないところはそれ以外をこう動いていくわけですから、どうかにやっぱり無理は生じるわけですね。それがもうこの肩のこの前の部分ですね。この前の部分を痛めることはまあ多いということですね。で、ここが動かないので、この部分で無理をしていくということになるのと、ここにやっぱり重いのを持ってると、このバーを押すという感覚が一番やっぱり強く出てしまいがちで、これを押すってなってしまうと、この腕の部分がぐっと前に出てしまうので、肩の前の部分に当たったりなんかして、それが肩の前が痛いっていうふうなことがまあ起きやすいわけですよ。で、これはまあダンベルだとやっぱり起きづらいです。そこまでね、手を押すという感覚もないし、肩を前に押し出す感覚が少し少ないし、その操作も無理がない状態なので、ダンベルがそういう怪我というのは少ないんですけれども、まあ、ベンチプレスではちょっとそのリスクがかなり大きいということですね。だからまあ、最初にね、ベンチプレスをまあやる必要はないんじゃないかというふうに思うわけです。ダンベルの方がね、こういうふうに動きますから、これが動く分自分が、肩の動きに合わせたダンベルの動きにしていけばいいだけなので、むしろね、大胸筋にはこう集中しやすいんですね。大胸筋にギュッと力を入れるということはやっぱりやりやすいので、まあダンベルの方がまあ安全というのはやっぱり怪我はちょっとやっぱ少ないです。で、そうなると、まあ僕はね、お客さんに勧めるのも基本的には、ダンベルをやってから最後にベンチでもいいんじゃないですかというふうにはまあ進めるわけですよ。で、まずそういうふうにすると、ベンチプレスを待たなくていいんで、フリーのね、
ベンチとかインクラインベンチとか、まあそういうものっていうのはいくつかあって、やっぱりそこが空いてる確率が高いわけですから、すぐ始められるわけですね。まあまずそれが結構重要ということ、イラつかないで始められるということ。そしてまあパターンとしては、ダンベルプレスをやってから後からベンチプレスをやるという形でも全然いいとは思うわけですね。大胸筋をしっかりと、大胸筋だけをしっかりとね集中してダメージを与えておいて、その後ベンチプレスで三頭筋ももっと使いながらもっと大胸筋を追い込んでいくというふうな、やり方でまあ僕はいいんじゃないかと思います。で、一つは今言ったのは、まずフラットのダンベルプレスをやって、それからベンチプレスに後で移るというのはまず一つ。で、もうちょっと時間があるのは、やっぱりインクラインはやっぱりやるべきですね。まあ、大胸筋のこの上の方、半分から上の方っていうのは、そもそも筋繊維が少ないので熱くなりにくいですよね。下の方が筋繊維がそもそも多いので、勝手にまあ熱くなりやすい。で、そうすると上の方ばっかり薄くなりやすいので、より上の方には集中して、トレーニングをやっていきたいわけです。だから、インクラインダンベルプレスを先にやって、それからフラットのダンベルプレスをやって最後にベンチプレスという形もまああるということ。まあさらにもう一つのパターンとしては、まあインクラインダンベルプレスで上の方をしっかりね、ある程度の重さでしっかりこうやっといて、フラットのところではダンベルをプレスじゃなくてフライをやっていくね。で、プレスとベンチプレスがちょっと重なってしまう、全然違うフライをフラットでやっていって、その後ベンチプレスというパターンもね、十分大胸筋が最後に追い込まれるパターンになってくる。まあそういうパターンもいいかなと思いますね。まあその時に、セット数としては、インクライン揺れる場合ですね。インクライン揺れる場合のセット数としては、今まあ3つ言いました。インクラインやって、フラットのプレスかフライやって、最後にベンチプレスと言います。そうそう3つありますね。で、それが全部同じだけ、例えば、3セット、3セット、3セットだと、結局のところインクライン上の方が、3セットで、下、残り2つのフラットの方が6セットになってしまう。結局のところ、下の方が筋肉つきやすいということになってしまいますので、ここはインクラインとフラットが同じ数になるように考えた方がいいかなと思います。例えばまあ、インクラインが5セット、フラットのまあダンベルプレスかフライが2セット、で、それから最後にベンチプレスが3セットっていうんであれば、インクライン部分とフラットの部分というのは5セット5セットでまあ同じセット数になりますね。まあそのぐらいの、配分で考えた方がセット数としてはまあいいかなと思います。そのぐらいの方が、上の大胸筋の上の方をしっかりと作られてくると思いますね。それから、そこで扱う重さですね。そもそもベンチプレスをやってるとかなりやっぱり重さに偏りがちなんですね。今最初に言ったようにこの大きいのがついてるのがこうやっぱり満足したりする分があるんで、より重いもの、より重いものって言うとやりがちなんですけども、まあそれをね、インクラインとかのそのダンベルから入るにしても、やる回数としては、まあもう4、50代であれば、12から15回で限界が来るぐらいの方が僕はちょうどいいと思ってます。10回を切るぐらいになってくると、やはりね、最後のところ結構ね、無理しがちなので、12から15でギリギリ限界が来るような重さにしていくという方が、まあ、怪我がとにかく少なく、でもね、そのぐらいの回数で十分ね、大胸筋ができてきますから、そこのね、12回から15回がまた回数が増えたら重くしていくというような、その重さの追い求め方ですね。それを、7回か6回しかできないようなものをやっていくというような重さの追い求め方じゃなくて、まあ12ぐらいでやって、それが15回全然できるようになったら、少しね、2キロ、2.5 キロ、重いダンベルプレスをやっていくというふうな、まあそこの段階で重さを上げていくという狙い方をやった方が、怪我は少ないですね。それと、もう一つ気をつけたいのが、上げるときよりも下ろす方を重視した方が、より怪我は少なく効かせることもできるということ。さっき最初に言った、その重さの方を気にしてると、とにかく上げる方っていう風になってしまうんですけども、そこはやっぱり重さを追い求めると、よりこれを押しがちで、肩も痛めやすいということになってくるので、安全に上げられながらも、下ろす方でぐっとゆっくり、ゆっくりとネガティブというゆっくり下ろしてくるときに胸で抵抗していくというのを使っていくというのを重視していくやり方。それをマイレップですね。12回やるならこの9、10、11、12とこう下ろす方でとにかくきつーく抵抗しながらスッと下ろさないということですね。で、このネガティブをやるときに結構上から下までこうね、上から下まで下ろすときの
この辺だけ抵抗する人がいるんですけど、もうここトップまで上げたらトップのここからもうぐーっと抵抗する。トップで上げた時に胸でもう支えておいて腕で支えてね、腕でロックしないということ。肘はちょっとまだ曲がったままなんですけど、胸で支えておいてその支えたところからもうここからネガティブで抵抗しながら抵抗しながら抵抗しながら下ろしてくるというような、下ろしてくるときに引き伸ばされる。自分は収縮する力を使ってるんだけども、下ろすときにね、ものすごい全力で抵抗していくというふうな方をやっていくと、まあ正直翌日ものすごい筋肉痛きますね。まあもちろんね、筋肉痛だけが目安ではないんですけども、かなり効かせることができると思いますし、かなりダメージが大きいですね。まあそれによって筋肉はまた修復して強くなってこようとも、太くなってこようと思うので、まあそういうね、下ろす方をものすごい重視したネガティブね、それをやっていく。で、そのやり方の12回、15回というような回数ですね。で、さらにそれをもう一個前戻すと、それでまだ回数ができるようになったら、ちょっと重くしていくという順番ですね。それを、まあとにかく、おまのおまのっていうので、その効かせ方もちゃんとできてない。結局は回数も少ないところの重すぎて、怪我をしてしまうようになってしまっては、まあ元もこもないです。本当にもう4、50代で怪我をしてしまうと、長引きます。結構、あとあとずっと10年経っても痛いということになってしまいますので、とにかくね、スポーツ選手はないですけどね、もう怪我したらおしまいですからね、怪我をしないような中で、いかに上を目指していくか、ということを考えると、今言ったような、インクライン、ダンベルプレスやって、最後にベンチプレスに入る、という順番。それから、回数ですね、レップ数ですね。そして、オロソロネガティブを、使っていく。このあたりを組み合わせていくと、かなりね、もう怪我のリスクは少なくなってくる。でも、筋肉を作ることは十分狙ってくる感じになってくると思います。まあベンチプレス、本当に、混んでどうしようもなかったりすると思いますね。もう本当にそこにこだわらずに、もちろん融通が効くような、トレーニングをしていくことも、スムーズにやっていくことも、やっぱり大事かと思いますね。ベンチプレス、後回しというやり方もやってみてください。はい、パーソナルトレーナーのゆうじでした。